昭和から現代へ、それぞれの時代を生きる6人の女性たち。それは一本の糸で結ばれていた。お前は明日嫁ぐんだ。私が決めたわけではありません。いい加減にしろ。お母さん、これでいいのかな。お父さんが本当に見込んだお方なんですから、心配はいりません。私やっぱり無理です。うん、私の気持ちなどどうでもいいのですか。私はお母さんのようにはなれない。彼氏さんは振られた。おばさんだから。タバコやめた方がいいよ。いるんでしょ赤ちゃん。どうするの。わかんない。僕が一生を守ります。君ももう27だし、そろそろ家に落ち着いた方がいいんじゃないかな。帰る。お前生意気なんだよ。女のくせに。女のくせにって何よ。男女平等の職場なんて日本中どこ探したってありませんよ。男とか女とかって以前に面倒くさいな。お前は。姉さん、結婚っていいもの。いいわよ、とっても。何泣いてるの。わかんない。カオル、君はあったかいな。姉さん、一人で寂しくない？今日検診だったんだろう。どうだった？心配しないで。カナの時もなんだかんだ平気だったじゃない。きっと今回は大丈夫。やっぱり今回やめないか。私はこの子に世界を見せてあげたいの。もし産まないって決めたら、私もう笑えなくなる。お母さんは私を産まなかったら死ななかったって、私なんか生まれてこなきゃよかったって。でも今はお母さんの分まで生きようって思ってる。だから何してても楽しいの。生きてるだけで楽しいんだよ。お母さんに感謝だよ。いつの時代も自分らしく生きる6人の女性たち。ねえ、どのポケットも。オールウェイズ三丁目の夕日のロボット最新作。お母さん、お父さんと一緒になってよかった。人を愛するってすごいことなのよ。私本当の強い女になるんです。格好だけじゃなくて。カナ、ケン、お母さんの子になってくれてありがとう。私も家族を作るのね。人生の痛み、そして幸せを知る全ての女性たちへ。これは日本のあなたの物語。フラワーズ